イボダイは、スズキメイボダイ科に分類される魚の一種。東アジアの温暖な沿岸海域に分布する。地域によっては、重要な食用魚である。日本での地方名は、タスウーアル、エボダイ、メダイ、アゴナシ、ヨヨシ、ウオゼ、ウボゼ、ボウゼ、シズ、アマギ、バカ、クラゲウオ、シス、ナッカン、シュス、モチノウオ、モチウオ、ギチ、コタなど。官名は、 地である。地方名には、肉魚、売り角、売り角、肉後、南、玉サ、海などがある。英語名は、パシフィックラダーフィッシュ、ジャパニーズバターフィッシュ、ウォートパーチのほかウ売り角を直訳した、メロンシードなどがある。制魚は、全長30センチメートルに達するが、漁獲されるのは20センチメートル前後のものが多い。体は楕円型で川平たし、体高が高い。 興奮は尖らず、頭部は丸い。体色は鈍い光沢のある銀海色であり、災害の上に褐色の斑点が一つある。和名、イボダイはこの斑点を球の跡に見立てたものである。全身は細かい円鱗に覆われ、側線鱗数は55から65枚に達する。鱗は剥がれやすいが、体表からは多量の粘液が分泌される。 背びれは一基だけであって、棘城はあまり発達しない。側線は対側を湾曲して走り、側と別の葉脈状の線が、側線の下にある。食道の左右に、食道能がある。小川半島、松島湾以南の日本列島沿岸、朝鮮半島、台湾、東、シナ海まで、東アジア沿岸の温暖な海域に分布する。特に東、シナ海や南日本沿岸で、 個体数が多い。イボダイカとしては、分布が狭い部類に入る。やや深い海の海底付近に多く生息する。食性は肉食性であって、クラゲ類、サルパ類、甲殻類など浮遊性、遊泳性の小動物を捕食する。産卵期は4から8月で、東、シナ海では南部の大陸沿岸に産卵場があると推定されている。卵は、 直径約1ミリメートルの分離浮き製卵である。孵化した稚魚は、近縁のイボダイカ、エボシダイカ魚類と同じく海洋表層を遊泳するクラゲ類の触手付近で生活し、敵から身を守る。成長すると海底付近に移り、1年で約13センチメートル、2年で18センチメートル、3年で20センチメートルほどに成長する。主に底引き網で漁獲する。 身は淡クだが油が乗っており、西日本では食用魚として比較的よく流通する。夏から秋にかけてが旬とされている。焼き魚にしても骨が外しやすく、背びれの骨は柔らかく食べられるので、西日本では比較的好まれている。用途は塩焼き、煮付け、刺身、干物、南蛮漬けなど幅広い。徳島では背開きにしたイボダイを使った。 坊然の姿寿司が郷土料理の一つとして親しまれる。中国の福建省、広東省、香港などや、特に台湾でもよく食用にされる。中華料理では蒸し魚、煮魚、ムニエル、唐揚げ、スープなどに使われる。ありがとうございます。